はい、先好きな元新潟人の飲酒動画です。今回はですね、ウォッカマティーニを作りたいと思います。ウォッカマティーニ。スカイウォッカ。とりあえずウォッカを、ウォッカを 45cc。ドライベルモット。ドライベルモットを 15cc。が大体、標準的なレシピらしいです。が、まあ俺、普通にマーティーニ作るときは、大体ドライベルモットもっと少なくして、やるんですけど。そして、こちら、氷の入ったグラスで、スペアして、よく混ぜます。なぜシェイクしないかっていうとですね、最近知ったんですけど、酒と酒じゃないですか。両方酒なんで、シェイクは必要ないということです。酒と何か、お酒じゃないものだと、混ざりにくいので、大体カクテルだとシェイクするんですけど、シェイカーに入れてね、シェイクするんですが、こちらは、お酒とお酒なので、シェイクする必要がない。ということらしいです。で、出来上がりです。ウォッカマティーニ。マティーニね。有名な逸話ですが、確か007の、なんとかかんとかで、ボンドが、ジェームス・ボンドが、ウォッカマティーニを、ステアではなく、シェイクでっていう場面があるらしいんですけど、それがかなり有名ですね。まあ、あえてシェイクで作れっつって、ウォッカマティーニ。本来ならステアで作るんです。ステアって、こういうところで、タンブラーとかで、混ぜて作るんですが、まあ、あえてシェイクで作る。それ乾杯。こぼれた。うん。うん。まあ、ノイリープラット、まあ、ベルモットの味が、でも飲みやすいですね。確かに、うん。普通のマティーニオがこっちの方が飲みやすいと思う。映画007の、シリーズの主人公であるジェームス・ボンドが劇中において、ウォッカマティーニステアではなくシェイクでと注文するシーンがある。と、ウォッカマティーニのウィキペディアに書いてあります。うん、まあ、ほとんどウォッカが、ベルモットを加えることによって、ほとんどベルモットの味しかしないんですけど、まあ、そうっすね。うん。まあでも飲みやすい。ジン、普通のマーティーニと違ってジンじゃないから、口当たりが、普通のジン、マーティーニに比べると、かなり飲みやすくなってますね。ただ、
ベルモット自体が結構癖の強いお酒なんで、個人的にはあんまり、ベルモットは、あんまり少なめで、いいと思う。うん。あんまりね、ベルモットは、あんまり入れないね、飲みたい。マティーニは本来、ステアで飲むものだそうです。まあ、飲むものなんですが。で、なぜボンドはわざわざマティーニをシェイクさせるかといえば、彼はですね、冷たいものはとことん冷たく、熱いものは最高に熱く、が主義だから、らしいです。ヤフオクの、知恵袋には書いてあります。カクテルもシェイクさせる方が冷たくなる。ですね。舌が痺れるほど冷やして、と原作で言ってます。過去ホットコーヒーは舌が焼けるほど熱くと言ってます。しかし、愛飲家の間では冷やしすぎると味が痺れて味がわからない。舌が痺れて味がわからないというのが常識で、ボンドは味音痴とよく言われています。お茶やコーヒーも、ね、熱すぎると味がわからないものです。うん。なるほど。確かに。シェイクで作ると、この氷がこうバーって、壁に、このシェーカーにぶつかって、まあ、どんどん細かくなっていって、で、結構、それが元プラス、混ざるんで、よく氷にこうバババババって当たって、結構冷えるっていうか、シェイクすると、ちょっと、大雑把な言い方でいくと、かき氷状みたいになるんだよね。かき氷と、を入れたような状態になる。こうやってシェイクして、バーってやって、ダーって出すと、小さい、氷の粒みたいなのが、ビャーって見えるんですよ。なんで、かなり、冷えるのは冷えるんですよね。シェイクして作るとかなり冷たくはなる。確かに。で、ちなみに大体の場合だと、グラスに、オリーブをね、これ刺して入れるっていう。なんか、定石になってますけど、俺はちなみにオリーブは食ったことは多分、あるのかな？どんな味するんだろう？なんでそもそもオリーブ入れるのかよくわかんないんだけど。うん。でもオリーブはね、案外、そこら辺のスーパーで、まあ、売ってはいるんだよね。うん。売ってはいるんですよ。で、オリーブって食ったことは、多分一生に今のところ一度ぐらいは食ったことあるんだろうけどな。記憶にないんで。どんな味なのか全く記憶にないんで。なんでそもそも入れるのかもよくわからないし、その入れたオリーブをどうやって食うのかって、食ってもいいのかもよくわからない。多分食うんだろうけどね。味を口の中でなんかするんだろうな。あれと同じだろう、多分。リセットするために飲む、食うんじゃないかと思うんだけど、よくわからないですね。僕は。なんでオリーブを入れるのかもよくわからないし、そのオリーブがマティーニに合うのかっていうのもよくわかんないし、まあそもそもオリーブ自体はどんな味かも知らないし、食ったこともないし、わかりません。うん。ということで、まあ、個人的には、
普通のマティーニの方がうまいと思うけど、うん、なんか味気ないね。ぶっちゃけ言う、これはね、うん、味気がない、うん、あんまりね、うん、味気ないって感じはするね、確かに。普通のマティーニの方が多分美味しいっす。まあまあ、すごいだね。2243です。ご視聴ありがとうございました。